こちらオーストラリアのムーニーバレー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはロッキーシーズン。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してロッキーシーズン花に立ちます。その後ろからはハイプロテクター、この馬も上がっていく構えです。さらにはグレートガール、2番スピークシーター、その後ろ後方に控えたのがダンブリングウィンズ。前に戻りましょう。ロッキーシーズン先手を取りました。この辺りで各馬第2コーナーのカーブから向正面に入ります。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはグレートガール、その隣にロッキーシーズン。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。前に戻りましょう。グレートガール、先手を取りました。インタークライ、それに続いています。先頭は依然としてグレートガール、2番手はインタークライ、ロッキーシーズン、3番手トロットサンダー、いい位置です。先頭を捉えにかかります。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はグレートガール、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はトロットサンダー、突き放しにかかります。後続は大きく離れた。2番手はスピークシータ、トロットサンダー独走、トロットサンダーぶっちぎりです。トロットサンダー1着、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。トロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらドバイのメーダン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ花を切るのはどの馬か。マジカルダイヤ、前に行きそうです。ナシアンスタイル、それに続いています。さらにはレーズスパーク、9番アッティカス、その後ろデルニエランプルール、後方から前に戻りましょう。先手を取ったのはマジカルダイヤ、パーフェクトワーク、そのうちに続いています。オレンジの帽子レーズスパーク、その後ろムーンライトウェイ、そのうちに続いています。内からはアッティカス、マリンルナパーク、そのうちに続いています。その外にグリーンカーソン、トロットサンダー、この位置です。青の帽子ナシアンスタイル、その後ろシュアミステリー、すぐ後ろここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。パーフェクトワーク、ムーンライトウェイ、ほとんど差がありません。オープニングサーベル、3番手トロットサンダー、いい位置です。さあここからどうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はパーフェクトワーク、ムーンライトウェイ、その後ろ最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。パーフェクトワーク先頭、差はほとんどない。2番手はトロットサンダー、先頭を捉えるか。あと 200m、 パーフェクトワーク先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。トロットサンダー先頭、やはり強い。トロットサンダー、トロットサンダー、トロットサンダー、1着、2着にはどうやらパーフェクトワーク。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。トロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。カリビアンカンパニー、4スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してカリビアンカンパニー、花に立ちます。その後ろからはウィンドピアリス、この馬も上がっていく構えです。さらにはニューフルーツ、5番ジャックフォックス、その後ろ。前に戻りましょう。カリビアンカンパニー先手を取りました。並んで1番ニューフルーツ、その外にサンダーキャロル、その外からキーンランドシンガー、すぐ後ろにジャックフォックス、オレンジの帽子ラグビーキャット、その後ろすぐ後ろにヘッドソネット、並んで6番エイコンシャレード、すぐ後ろにサーストンロッキー、その外からスクリーンハーモニー。ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。さあ先頭はウィンドピアリス、2番手はキーンランドシンガー、
トロットサンダーいい位置です。先頭を捉えにかかります。ここで先頭に立った。トロットサンダー、トロットサンダー先頭、ここから引き離しにかかります。2番手はウィンドティアリス、あと 200m。 トロットサンダー先頭だ。トロットサンダー力強い伸び足、後続はまだ後方です。トロットサンダー独走、トロットサンダーぶっちぎりです。トロットサンダー1着、2着はカリビアンゼファー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。トロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ、春のマイル王決定戦 G1 安田記念の発走です。さあ、最後は大外枠の桜栄光王、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのは金津クロス、マーブルファンシー、この馬も好スタートを切りました。やはり予想通りいきます。マーブルファンシー競りかけていきました。並んで11番、金津クロス、トロットサンダー好位をキープ、その隣にウィンドフィールズ、桜栄光王、それに続きます。緑の帽子レーズボックス、その後ろ少し間が空いて宇治のマッケン王、その外からアドマイヤロケット、黄色の帽子日本ピロプリンス、その後ろすぐ隣にハートレイク、これは明らかにハイペース、超ハイペースと言っていいでしょう。さあ、先頭はエイシンワシントン、リードは6馬身ぐらいあります。エイシンワシントン一人旅、4コーナーカーブから直線コースに向きました。エイシンワシントン先頭、3馬身から4馬身のリード。2番手はトロットサンダー、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。やはりトロットサンダー先頭だ。残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。トロットサンダー差を広げる。2番手はジェニー、トロットサンダー今ゴールイン、段違いの強さです。トロットサンダー1着、2着はジェニー、トロットサンダー見事にアジアマイルチャレンジを完全制覇、アジアマイル王の座につきました。また1頭名馬の誕生です。